祈りのチャンネルスタート。ハイリスクハイリターン選んでいきます。おしゃすさんに会った方がいいんじゃないですか。そろそろ、うん、育ちました。違うんですよ、レミノさん。はいはい、久しぶりです。あ、久しぶりです。もう回ってます。あ、回ってんだ、やばいやばいやばい。違うんすよ。はい、どうしました。勝手に競馬に夢中にならないでください。やめてよ。おしゃすさん、お久しぶりです。お久しぶりです。私の師匠です、ね、いえいえ、ありがとうございます、はい、おしゃすさん、リノリノさん、あれから競馬にハマってしまって、なんかその様子ね。ちょっとなんか伸びてる鼻もあるんで、彼女中央でしたっけ。はい、中央を CBC 賞と日経賞ととかはもう最近勝ってます。すごいな。宝塚記念も勝ちました。すごいな。安田記念はダメでしたけど、トータルで勝ってます私。やば。しかもそれ YouTube 回してないんですよ。なんかもう、なんか馬券師。やっと見えた、愛してる。なんで今日は初心に戻るということで、はい、シャスパックさんをゲストにお呼びして。スタンジーさんの師匠。なんで、はい、ウィンファイブをやってもらおうかなと。やばいでやりますね。で、TV を撮らせてもらったハーフムーンクラブさんで、はい、こうマギさんにいろんな料理を。昼間から貸し切りにして、こんな料理まで作っていただいて、ありがとうございます。決めたんですか、お二人、ウィンファイブの。一応、なんか、縛りはあるんですか。一応、3000円で、かけようっていうのを決めて、はい、ウィンファイブを、まあ、30通り全然ならなくて、私はもう30分ぐらいかかってたんですけど、教えてくださいました。何レースなんですか、この 5レースは。福島10、函館10、小倉11、福島11、函館11で、函館11が G3 ですよね。函館記念、1位を決めるんですよね。そうです。1位を5連続で当てたら、はい、学校箱です。で、大体何倍ぐらいなんですか。いや、でももう何十万から何百万、何億まで、奥まで、奥まで。ちょっと奥当たったら2人どうするんですか。ちょっと夢聞かせてくださいよ。奥当たったらマジで上げないでください。最近話題の税金問題の話。確かに税金は絶対来ますけどね。ネットで買うから、うんうん、この動画ポスターになります言わないってことですね、当たったら。当たったら言わない。でも急になんか制作費とか上がってるとか、私は急になんか曲数増えてるとか。すごいと交際してそんな感じで、はい、今日はよろしくお願いします。祈りのチャンネル。何やってんすか。今必死に買い目を選んでます。どういうとこ、注目着眼点というか、機種と過去の成績で。なんかオシャスさんに教えてもらったさ、パドックのケツ、はい、尻尾見てみたいな、守ってるんですか。すぐ終わりました。あ、もうやってないんだ。普通はあれはおまけで見るもんなんですよ、うんうん、その自分が選んだ馬の調子はどうかで、君どう今日、そうそうそうってことですよね。なんか最あ、でもこれは結構私ルールというかひねくれてるからかもしれないですけど、一番人気は買わない、うん、単勝とか面白くないもんね、当たってもね。そこで当たってもなんかその通りじゃんっていうのが嫌だから。最高いくら当たったんですか。この番組回ってないところでやってんでしょ。はい、ラジオ日経賞が3連複で100円かけてたのが9300円、すごい、たのが多分一番でかいかも。で、僕ラジオ日経賞すごい思い出深いです。なんですか。僕めっちゃ一番好きな馬だったフィエルマンっていうのがいる。はい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 。そいつを好きだと思ったのがそのレースだったんですよ。あれ、勝てなかったんですけど、うん、めちゃめちゃすごい足で最後追いかけて、はいはいはい、あれがかっこよくて、かっこええなって。なんか追っかけてる宝塚記念勝った馬なんだっけ。パイセンは好きだけどかけなくて外してたやつ。あ、タイトルホルダー。あ、そう、タイトルホルダー。あ、タイトルホルダーか。タイトルホルダー当たったんだよね。タイトルホルダー2000円かけてて当たった。素晴らしい。
対等に会話しないでおしゃっさん。ここ1年の成長がこんな感じです。おしゃっさん、素晴らしいですね。やっぱ熊本の女なんで見込みがありました。りのりのチャンネルということで、ウィン5、1レース目、福島10レース、はい、始まります。もやがて、ここ大事ですからね、はい、最初突破できるかが。ただここあの8頭立てだったんで、そう、突破できるかと。何頭ずつ買うんですか、やっぱ1頭で絞るんですか、やっぱり熊本の人は。ここでも1点何倍のやつがいたんで、そう、まあ1頭でもいいかなと思うんですけど、うん、でも、うん、怖いんで、ちょっと怖くて、僕5頭で8分の5。私も5頭。あ、すごく気が合いますね。ビーン5ですから、はい、いや、じゃあ僕からいいですか、はい、僕は1、3、5、6、7。あ、私、はい、2、3、5、6、8。ああ、じゃあ、かぶってるとこもあるから、あるから、そこが来たら一緒に。ですね。最初はもう突破しないと。だ、え、ま、全部いってんじゃないですか、じゃあ。2、3、5、6、8、1と7勝ってない。あ、1と7勝ってる。お、じゃあもうどっちかは行く。もうここで分かれますね。 どっちにもあ、チームプレー出たな、お前たち。いやいや、ガチンコじゃねえぞこれ。ガチンコですよ。1レース目はね、一番人気は何番なんですか。一番人気が3かな。3ですよね。が 1.何倍。 1.2倍。あ、3じゃない。でも私はあの菅原さん、騎手の菅原さん好きで、その人が2番人気なんで、なんとかそこに行ってほしい。6。名前聞いてください。生阿弥陀仏ですよ。りのりのチャンネル、旗振っとります。ここはもうどっちかは当たるわけですから。どっちかはね、うん、あ、間違った。あもう800、これ800だよ。今どんな感じですか。531、351になりましたね。3来ればいいじゃん、2人とも当たるから。でも配当的には3以外来た方が、全然生目玉上がってこないんだけど。どういうこと。手合わせて、手合わせて。全然上がってこないんだけど。終わったこれ。おしまいから2投目。うまいことやってんじゃないよ。あ、でも3、いやでも7、これ7来るんじゃないですか。3、7、でも3、7、3、7か、まあ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 、3、7、2、教えてください結果。3が来たんで、はい、ウィン5、私たち2人とも当たり前。最先いいっすね。よしよしでしたね。1点だったね。1点でよかったっすね。ぶっちぎりやったわ。いやでもまあね、最初でポシャンドがね一番重いんですからね。はい、そうですね、はい、とりあえず勝ったってことで。そうっすね、箱だった。ウィン1、ウィン1、ウィン1、ウィン1。ちょっと生阿弥陀仏がマジ生阿弥陀仏だったことだけはもう顔が浮かんだ。すでにちょっと許せてないけど今。どういうことって思ってますけどね。まあまあまあ、よかったんじゃないですか。なんでもセキララに。お二人まったりしてますけど、お二人、はい、次のレースがもう1分後2分後ですよね。次が函館10レースになっております。はい、何かけたんですか。何頭ですか。私は3頭かけました。おーおーおー、128です。128、はい、一番人気は、一番人気が8じゃないです、8ですね。8。でも硬いとこ行ったんですか。硬いとこ、一番人気、2番人気、まあ2レース目だしね、硬いとこ行きますよ。師匠、ウィン5の。はい、189。お189とリノリは128。おー、だから、2と9が来たら分かれるし、18だったら 2勝目。それなんか、2人別々で行って番組のこと盛り上げるとかない感じですね。ガチ。あれですよね、考えてる間なんか無言でしたよね、お互い。わかりました。じゃあ、はい、1,2,8,9 ってことですね。うん、そうですね。そうです。じゃあ来るように応援しましょう。はい、あのウィンファイブの動画はぜひりのりのさんで、はい、でうちで函館記念をやるので、はい、ぜひそれを、よろしく。あ、うさうさうさ、今2レース目ですね。2レース目です。よろしくお願いします。はい、1700なんですぐ終わりますね。真剣ですね、2人。2周目かかってますから。1来て、1来い。1来い、1来い、1来い。1来い、1来い。よし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 。あー、1いった、ぶっちぎり。1はいいっすよ。
イエーイ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、勝ったの？よしよしよし、何が来たんですか？1。おえ、当たっちゃうんじゃない？当たっちゃうんじゃない？当たっちゃうんじゃない？ビンファイブ。やば。個別でかけたのあるんですか？ちなみに。買ってる。買ってんの個別で。これそっちの方が嬉しそうだな、なんか。1単勝2000円。やば。あ、すごい。覚えつく。さっきの波闇なんだっけ？波闇ダブツから言って。シャンパンでも飲もうかしら。早く買ったお金でシャンパンでも飲もうかしら。マスターシャンパンください。マスターシャンパンください。当たったんでシャンパン。当たったんで。はい。まあとりあえず当たったってことで。イエーイ。来ました。いいですか。ちょっと一回勝ったっていう。それウィーワイブ関係ないでしょ。深くは言わないですけど、ギノリノさんがなぜかシャンパンを、はい、なぜかシャンパンを、はい、勝っちゃったんで、はい、夏の特別大感謝祭ということで、皆さんに還元できます。飲んでいただいて当たりましょう。勝手にかけんなよ。最終的に当たればいいかなと思っております。この後の勝ちに対するあれですね、期待も込めて、最終的にはウィン5勝っちゃったりして、おめでとうございますと、この後のさらなる勝利を望んで、おめでとうございます。じゃあ、いただきます。まだ日曜日の15時時間は言わない。こんな日があっていいんですかね。撮影も見て競馬もかけて、ここで MV 撮ってライブやった後に、はい、競馬やってんですね。イメージがまた90度、うんうん、180度だと変な変わり方ですけどね。うん、ちょうど女性ファンが MV でちょっとついてきたのに、はい、男性ファンになっちゃった。なんだこれはっつってね、うん、ライブかっこよかったのに。これもかっこいいっすよね。違うかっこよさ。乾杯してください。このでかいのでいいんだ。しかも私、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。